はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエストモンスターズ超過3プロフェッショナル続きやっていきたいと思います。ですね、今ねちょっとドラクエ11がねものすごくいい場所でなかなか切りどころがなくてね、まあこっちもやるんですけど、ね、今回のリクエストがラプソンですね。ラプソンの4枠作ってくださいって言われたんですけど、ラプソンって2種類いるので、このね、でっかい方のラプソンと、プチソーンね。で、どっちで作りますかって言ったところ、こう小さい方のプチソーンの4枠の、呪文重視で作ってくださいということなので、これね、防御力と賢さがめちゃくちゃ高いので、今自分が装備してるのが大地の流玉でね、呪文系なので、こういう場合はどうしたらいいかっていうと、ね、大地の流玉を魔王のレックレスに変えれば、とりあえずは、ね、魔力が高くなるので、あと追加効果でね、眠り麻痺、休み効果なんか無効になりますね。無効じゃないけど、まあ、ほとんど無効クラスにはなると思うんだよね。で、グレーツェルを合体させるので、まあ、グレーツェルにも、まあ、使ってないモンスターのアクセサリーでも装備させて、あとこれでいいかなと思ってるんですけどね、ラプソーンが消えちゃったからここも、まあ、ここはメインじゃないんでね、マデサゴーラだっけ今。中身いましたっけ、マデサゴーラ。マデサゴーラ外してんのか、今回は。前回使ったようなね、ドラクエ8メンバープラス、名もなき闇のとかね。まあ、こんなの入れてやりたいと思います。なので、呪文系なので、呪文系でね、呪文封じられたら困るので、アイアンゲーザーとか使えるようにしてますけど、聖剣とかついてるので、まあ、呪文ですね、2回行動プラス3枠なので、まあ、5回行動できると思います。あと、静寂の玉ついてんだよな。これ逆だったらちょっと強いかもしれないけど、相手呪文封じられるからね。暴走頭脳もついてるし、根荷物タイプもついてるんで、こっちついて、あ、ついてますね。根荷物タイプはついてんのか。だったら、あとはレオパルドの最後の楽園でうまくいけば、起死回生するかなっていうような感じでやりたいと思います。なかなか対戦相手いないんですって、本当に。いきなりゴッドマスター来ましたよ。多分負けますね、これね。もうゴッドマスター時点でなんかヒヤッと来てるんだけど。まあ、合体しましょう。超受け付く波動と、あとなんか時々一人きりとか使われそうな気するから、まあ冥界使った方がいいのかな。でもあっちも早いだろうな。もう固められて終わりのような気するけど。もうこのメンバー見た時点でもうあーって感じしますもん。で、ここが生き返るような、ああ、体当たり念だね。一番右のバラモスゾンビがちょっとね、邪魔くさいですね。お、根荷物タイプ。で、冥界が使えないから、ラプソンしょうがないな、これ。ゴッドマスターで、でも、そうでもないかなんかいけそうな、相性によってはいけそうな気がするような気もしないような。というのが固まってるのはいいんだけど、入れ替えればいいので、勝手に解除されるので、まあ、次戻ってきた時にグレーテルで行けばいいんだけど、あっちの方が素早さが高いから、どうするのかなって話なんですよね。ってことは、固めるには、この命令でここで身代わりでしょ。身代わり、不気味な光、ゼロ章、ゼロ章守りの霧。ラッキー発動してんのか。太陽の鏡。場の効果無効。ゼロ章。場の効果無効だけど、場の効果回避できそうな気はする。まあ、これはここでいいんだけど、まあ、ドルマゲスが動けなくなりますけど、音楽か。ちょっとね、本気でやらないとまずいっすね、これはね。ベーラも邪魔だな。裏にまた同じような控えてるかもしれないね、守りの霧。これ、レオパルト大丈夫でしょ、これで。
サンダーブレスで固まってくれればまたちょっと違うかもしれないけどね。ビリビリ。よし。ザラキ、ラッキーザラキ。おー、ラピュタモーダー周年。最後の楽園。生き返るけど、どうなのって感じするんですよ。ラッキーザラキか。まあ、これもやってくださいって言われてるんですよ。ラッキーザラキパ。こういう話なんですよね。やっぱり洋服。あれ連れてきたら勝てるか、どうだろうな。あの自分のメインパのワールドパ連れてきたら案外良かったかもしれないけどね。そういうわけいかないもんな。ザラキなんか効かないもんな。じゃあ、リバース、リバース。リバースで止まるな。しょうがないか。手の打ちようがないわ、とりあえずこれは。全員ラッキーついてるのね。やれるとこまでやってみよう。ゴッドマスターがどんだけきついかってのわかりますよね。自分のあの、なんだろう、リクエストパーティーの目標なんですけど、もしゴッドマスターに当たったら、表メンバーだけね、とりあえず倒してね、裏引きずり出したいっていうね、願望あるんですけど、まだ一回も叶ってないんですよね。メインパーだったらね、あの、奇跡的にね、勝てる時あるんですけど、やっぱ強いんですよ、ゴッドマスターって。このバラモスゾンビ見た瞬間にちょっとね、寒気するんでね。だからこの相手のやってくるのもね、やっぱり参考になりますよね。乗り換えられないんで。そんなんまでついてんの？これは相当時間かけないとね、やっぱり作れないパーティーですよね。即席で作ったパーティーじゃ絶対勝てない。裏が出てきました。まあライドしてないんでね、グレーテルがどんだけか。せめて一泡吹かしてあげたいですよね。賢さ3700の賢さ3700のマダンテをね。マダンテ意味ないけどね、 MP だから。かましてあげたい。どうせやられるんであれば。どうせ落ちますからね、この次のラウンドで。お、テンプテーション。おお、やるね。普通になったらいけたんじゃないか、これ。ゼロ勝。そんなの使わないですよ。身代わり。おお。いけつく波紋かな。あ、身代わりやっつけてくれた。ちょっと一泡吹かしたんじゃない？ゴッドマスターに。そうなって一泡吹かしてるぞ、これ、本当に。テンプテーションいいね。さあ、どうだ。跳ね返ってきた。落ちたね。右跳ね返ったね。まあ、次行きましょうか。今回、ゴッドマスターしかいないのか、本当に。
なんだゴッドマスター、ゴッドマスターって2連続って、ちょっと待てや。グレッチェル結構いけたな。じゃあやってみようか。テンプテーションいいな。身代わりだから、凍てつく波紋使ってからね、やるとしたらね。あっちも合体してきたとしたら、ベーラが早いから。ラプソン4枠なんだけどな。まあ、それも使いたいけどね。凍てつく波紋あってね。どっかしらが身代わってくるかもしれないね。あ、多分アイアンタートルだと思うんだけど。なんかこのメンバー見たことあるな。前当たったな、このゴッドマスター。スーパースターテンプレーションいけ。おお、いいね。さすが。なんだかんだグレーチェルいいかもしれないね。始まりの守護者ついてるね。凍てつくもあんま意味なかったかな。どうなんだろう。ギラグレード全体。いけー、ドン。会心完全ガードついてる。この悪夢呼び声ね。そりゃそうなりますわ。次のラウンドだ。ニューグランデ。始まりの守護者だね。2ラウンド目勝負。リザオレル。まあ、そんなにね。根に持つタイプついてんのかな。チェイン。そこにチェインかけんのか。そこにチェインかけんだったらこっちだって考えあるぞ。考えあるぞっていうのが、冥界の霧。凍てつくは使えないから、だからリザオが効かない状態にすればいいんだ。でも最後固めてくる可能性あるから、それを見越した上で今度は逆にラプソーにすれば、まあグレーツェルほどではないけど賢さは高くなるから。おお、いいね。呪文封じ。グレーツェル強くして正解だね。アストロンフュージ。もし振り食らうな、これは。まあ、最高 200×4 なんでね。回し蹴り。これは食らう。落ちてくれなければいいので、ね、ゼロ章は使ってこないでしょ。ベーラがね、固まってたんでね。会心完全ガード。全員ついてんのか。やっぱついてんのか、会心完全ガードっていうのはね。よし。いらない。会心完全ガード。これはちょっと一泡吹かせられるぞ、もしかしたら。ここでだって入れ替えればいいんだもん。ゴッドマスター強いな。ちょっと待ってよ。強いなっていうか、今うまくいけるだけだけどね。だグレイゼルそのままにしといて、相手固めるって手もあるんだけど、相手も変えていくんだろうな、おそらくな。ね。ってことは、ここが不気味な光、青とヘルメリットじゃないや。不気味な光でしょ？ゴメちゃんが邪魔だな。で、ここが身代わり。身代わり。凍てつく波紋どっかあったな。ここ凍てつく波紋にしよう。凍てつく波紋。ゼロ章。ここは守りの霧でいいや。ん？マデサゴーラに合体いく？ああ、なるほどね。合体させない。ここは凍てつく波紋で。だろ？凍てつく波紋。ここ身代わっとこうか。身代わりの、ここも不気味な光使えるし、とりあえず固めとくか。ザラキなんか効くわけないから。チェーンでもいいんだけどなー。あれ、ゴッドマスターだからな、そんなこと言ってやんないもんな。よし。ゴメちゃん、沈め、ゴメちゃん。これ不気味なんだよ。
ジバーノ行くのか。光の波紋。それはいい。ジャッジメント。だろう、これで、根に持ってください。こっちのトス入れるかな。チェーンってこれ自分にかけたらダメなんだっけ、他からかけるんだっけ、ちょっと忘れちゃった。これで、星降りのサンバですよ。サンバ、ここがザオリク使えるからザオリク使っといて、せっかくチェーンがかかってるから、本当はいろいろやりたいんだけどな。まず連続で倒しちゃうか。合体解除。めんどい。合体してくるな、これ、さて。大防御。大防御を押すわけね。そういうやり方あんのか。うまい。それがあんだ。でも次押すわけできないもんね。チェーンはまだかかってるから。大工業、メドローは、マルクのボス。おー、いいね。押すわけの弱点でもあるけどね。一番左、邪魔くさいな、本当に。チェーンがかかってるから、チェーン自分でもできたな。ってことは、ここで、いてつかもん使えないのか。ここ身代わっとこう、じゃ身代わりの、星降りのサンバの、いてつかもないか、なかったか。めんどくさいな。不気味な光かかってるから効くな。根には根をね、かけとかないとまずまずいもん、これ。効かないか。マデサゴーラ効いただけでもいいけどな。よしよしよし。これで固まっただろ。固まって、両方固まってます、固まってます、寝てます、変えられませんって状態なので、この時に命令で、命令だろ、ここがチェーン、自分だ、自分にかかったもん、自分にチェーンだろ、命令でここでザオリク、ここだろ、でここがちょっと不気味な光とかラリフォーマとかやっとけばとりあえずいいかもしれない。押すわけ、押すわけた、ラリフォーマ。生き返った瞬間に、ラプソンと合体させて、で、手だね。ザオリック、とりあえず行きたいんだろ。亡者か。亡者だったとしても何もできないからね。よしよし。あとはベーラだ。ベーラが、
チェーンがかかってるから、あと星降りの3本ですね。で、あ、待った、その前にライドだ。ライドで、これが、ここが、残り、ライドバッタリ。で、あとは、あとチェーンがかかってるから、星降りのサンバの、いけるな。星降りのサンバでしょ。で、ここが、アイアンゲーザー。で、ここが、本当だったら、メカニキル打っちゃうかな。だね。の方が一番得策だと思う。よし。ゴッド破れたり、よし、いった。はい、今回の対戦ですけど、こう4枠ラプソーン使ってね、またこれやりましょう。これを4枠にしてメインでやりたかったんですけど、グレイツェルがものすごい活躍してしまいましたね。なのでグレイツェルを使った美人メンバー使ってくださいっていうねリクエストもあったので、まあ先に紹介しておきますね。というのが、まあそれもあるんですけど、ゴッドマスターまさか2連戦来ると思いませんでしたね。まあ勝てないなと思って1戦目はね、ああまああんな感じかと思ったけど、2戦目もね、ちょっと運良かったですよね。いろいろ聞いてくれたおかげで、ちょっと1戦目崩すことができまして、あ、これもしかしたらって思った時に、ちょっとね、手を抜かないでやってみたら、いや、残り裏のベーラだけだったんで、変に冥界の霧とか使わなければいけるなと思ったんですよね。なので最後の楽園の発動のする場所とか、まあそういうことをね、やっぱ考えたら、いいかもしれないですね。でも今のゴッドマスター多分メインパーじゃないと思うんですよ。メインパーだったらもっと強いと思うので、最初出てきたゴッドマスターの方がね、やっぱメインパー近かったですよね。最後のね、レオパルドのやはりチェイン持ってたのが効きましたね。やっぱりゴッドマスター対抗するのチェイン、ちょっと封じてると絶対勝てないので、まあチェイン封じしてたんですけど、ちょっといけるかなと思ったんでね、ちょっとチェイン解禁しました。あれがね、ちょっと自分のメインパーでチェイン使ってたら、まあ、もうちょっといけたかなって感じはしますけどね。でもわかんないですね。一番最初のラウンドっていうか、最初のね、表メンバーで、グレツェルがね、いい働きしてくれなかったら、カンプ泣けまでにこれ負けてた対戦なので、まあ、運もありますよね。やっぱりね、強いっすね。まあ、奇跡的にね、こういう風に勝てる時もあれば、まあ、大体10回に1回かな、勝てたとしても、その10回に1回が見れたのでよかったですね。しかも、メインパーじゃなくて勝てたんで、すごい嬉しいです、これは。なのでね、リクエストくださった方ありがとうございます。だからね、紹介で最初に、今ラプス、カエルが外で泣いてる。ラプソーンとこのグレーツェルね、使ったので、まあこれはこれでね、また使っていきたいと思いますので、こんな感じでどっかしらにグレーツェルを混ぜていきますし、ラプソーンもまたね、4枠で多分裏とかに、例えば、ね、こういう感じで、裏のメンバーをラプソーンとグレーツェルにして、こっちをね、またリクエストモンスターにするかもしれないのでね。で、この名もなき闇のもだいぶ前にリクエストいただいたモンスターなので、だいぶ使ってますしね。で、前回のリクエストが、あれ?これか。前回のリクエストがこんな感じだったので、ドラクエ8メンバーだったので、またそれもね、使えることできましたよね。表裏関係なく、前はね、メインがこっちだったんですけど、まあ、うまいことできましたよね。これね、やっぱ難しいっすね。駆け引き大事です。ということで、またね、こんな感じでやっていきたいと思います。またね、リクエストね、結構溜まってきたので、プラス、ドラクエ11がもうちょっと目離せないというかね、手離せないぐらい、すんごいいい場所なんですよ。なので、もうちょっとでね、全部埋まるので、まあそこもやりたいですし、ドラゴンボールヒーローズも、あともうちょっとなので、ね、まあ、次何やろうかなって考えてるんですけど、まあそうですね、結構ね、まあこのゲームはね、ドラクエジョーカー3はね、いつまでも遊んでいけるので、まあすぐポン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 ね、まあ出す感じではない感じの配信になりますけど、ただ長くは続けられますね。最終的には、前作だったらパート220まで出してたので、まだね、半分もいってないので、まあ長い目で見ていただければずっと出していくと思います。なのでね、その間にね、リクエストね、100個ぐらい溜まると思いますけど、まあその中から選んでね、出したりね、被ったりするものもあるので、まあ、あと2日以内に出してくださいとかね、ちょっとね、無理な注文なければ、自分普通に続けられるので、よろしくお願いいたします。では、ご視聴いただき、ありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。